く見たい。弓ひな早く見たい。ふふふ。ふなちゃんめっちゃかわいい。弓には来たていいえ。用事を済ませて帰宅なうです。今日は何時に起きたのかな。今日は5時とかに起き、結構今日早起きだった。ふふ。かな。なあちゃんのステージ受け付けたい吉。おお、いいなあ。今から幕張だっけ。今から幕張行こうかな。ビューンと何時間かかるんだろうね。4時間とか かかっちゃう。じゃあ今日は自習でいいですか。はい、ごめんなさい。そして多分私明日とかも配信できないと思うので、またね、配信できた時にちょっと見ながら裏話とかもしたいと思いますので、はい、ぜひ皆さん用意しててください。滝野も用意します。お、 UTV 買ってきたよって、ありがとうございました。ありがとうございます。滝野先生いつやる？そうなんですよね。来週が多分なんか全くできないんじゃないかなって思うな。月曜日から、かな。ありがたいことに、はい、ありがたいことに、はい、お仕事なんです。ありがたいですね。とてもいいことですね。いいこと。あ、これから本屋さん行ってくるって。行ってらっしゃい。あ、来週の雪、あ、48章 STU 出るね。ほー、あー、え、もう出てるの？もう言っていいのかな。再来週のね、再来週なんだ。ああ、せんちゃんの部屋もういいんで。そうなんです。予告で映ってたよ。これは見るしか。8月5日ってあれだ、ティフ中だね。ティフ中だ。ってことは見れるかな。私ここの自分の部屋のテレビが映んないんですよ、48兆が。だから、ああ、見れるかな。やったやった。お、で3日全部行く。おお、熱中症気をつけてくださいね。ケーブルまだ買って、いや、あるんですけど、あれなんです。もともとが、そもそもが映んないから。ね。祭りの帰りです。いいなぁ。いいなぁ。ユミリン部屋やってほしいな。なんだろう、私多分、緊張して何も喋んなくなって、お互い何も喋んなくて終わるみたいな感じになっちゃうから、もっともっとなんか喋れるようになってからね、いつかやりたいですね。ニコ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 。お昼珍しい。そうなんです。お昼に、そう、家に帰れるって本当に私も珍しいな。お昼ご飯家で食べるって珍しい。今日は、はい、もうさっき帰ってきて軽く食べました。ふふ。
あ、広島いい天気。あ、なんか私的にいい天気です。晴れてない感じ、ちょっと曇りなのかな。あ、パスタ配信懐かしいね。ねやったね、パスタとたこ焼き食べたね。あ、幕張もそんな感じって。そうなんだ、曇り、曇りいいですよね。あ、ゲリラ豪雨には注意してね。昨日広島が、私が帰った時もう雨上がってたんだけど、なんか昨日花火大会があったのね、広島で。でなんか花火が終わった瞬間に降り出したらしくって、雨がすごいびっくりしたって友達が言ってて。でも私帰ってきたのが遅かったから、もう私が帰ってきた時は雨が上がってたんだよね。だから、うん、分かんない。でもゲリラ豪雨だったみたいに言ってて、へー、うーん。あ、握手会連で見てます。うわー、楽しみだな、楽しみだな。暇つぶしにぜひ見てください。楽しみだね、連並んでるの。ドキドキしそう。メイクしてる、メイクしてます。ほら、眉毛、えへへ。広島の花火行ったよ、いいな。私去年行ったんですよね、こんちゃんと行った。浴衣着て広島の花火ってめっちゃ人いますね。何時までやるの？1時までやろうかなって思ってます。そう、今日外出てたんだけど、さっきまで用事があってお財布忘れちゃって、お財布忘れちゃって、お財布探したんだけど、お財布がなく、お財布入れたカバンがなくって、なんで？盗まれたの。でも家に置いてた。だからどこやったんだろうな。やばない？やばいよね、怖い。なんか昨日新幹線で忘れてない。新幹線帰って帰りになんか買ったから、その時にお財布を出したんです。出したからあるはずで。でもカバンの中、カバン、このカバンに入れたっていうカバンの中になくって、お財布が。あ、俺の財布をあげるよ、本当に嬉しい、それは助かる、本当に助かる。財布がないのかが、なんかカバンっていうか、あのなんか紙袋に入れてたんですよね、お財布を。なんかいや、でも多分どっかにあるんだと思う、部屋の。さっき帰ってきてあんまり部屋ガサゴサしてないから、うん、多分どっかにあるんじゃないね。玄関とかあり、あ、ありそう、玄関とかありそうだな。ずいぶん落ち着いてる、うん、よくなんかよくなくすんですよね。だから、うん、多分どっかあると思う。普段と違うとこに置くと分からなくなるね、とかなんか無意識に置いちゃったらどこに置いたか分かんないよね。私なんか、あの私昨日、そう、ちょっと疲れて帰ってきて、あ、で帰ってすぐショールームしたから荷物バーって置いて配信してて、だから
ね、どこに放り投げたのか分かんなくって、うーん、ね、どこ行ったんだろうね。あの時そうなんです、走って帰って、そうなん、でも走って帰ってる時にじゃあお財布落としたのかな私。でも別にさっき外出てて私の財布落ちてなかったよ。なんでだろうね。くまりが全額使っ、全額使ってもいいんだけどさ、なんか結構いろいろ入ってるからね、いろいろ入ってるから、あのうん、まあ多分どっかあると思う。これでなかったらどうしよう。でも多分保険証とか入ってない気がするから大丈夫、うん、大丈夫大丈夫。あー、でも現金いくらぐらい入ってたんだろうな、わかんないな。みんなで探しに行こう。おー、探しに行こう。カードとかはない。あ、入ってるな。あ、入ってるんだけど私カード使わないからあんまり入ってる自覚がないけど、言われたら入ってるな。いや、届け出した方がいいくなくって、だから絶対家の中にあるの。だって昨日絶対家に持って帰ったから、多分このどこかにあるんだと思う。なんかね、なんかいつもなんか放り投げちゃったり、なんか疲れてる時にさ、なんか結構無意識に片付けたりすると、そのどこに片付けたかが全然思い出せなくて、とりあえず昨日疲れてたっていう記憶しか残んなくないですか。だからなんかね、なんかねいや、カード止めなくていい、絶対家の中あるから。これどっかある、このちょっと家の中に。あ、冷蔵庫の中は、でもその紙袋ごといないから、今なんか紙袋見つかったらあるんだよな。でもその紙袋の中にお財布もなんだけど、なんか昨日いただいたものとかも全部入ってて、昨日買ったものとかも、だから、あ、寝起き感すごい、いいえ、私だから今日5時ぐらいに起きたの。寝起きじゃないよ、お昼だよ。もうユミリンよりみんなが心配して、あー、なんか怒られたな、これで。なんか私去年そのなんかそのみんなでとお泊まりがあった時に、合宿かな、去年かな、あった時になんかこの棚の上に携帯置いてたんですよ。で棚の上に携帯置いてて、でもその外から帰ってきたらその棚の上に携帯がなくって、私タオルと一緒に携帯置いたんだけど携帯がないって言って、でも私なんかよくあるから、ここに置いたのにない、あ、こっちに置いてたとかあるから、なんか、あ、ここに置いてないのかなとか思って、でも私ね、お、なんかさ、なんか置いたんだけどな、あれーとか思って、そしたら本当になくって携帯がどこにも。で、なんかだから友達がその iPhone 探すアプリとかあるじゃないですか、だからそれでなんか探してくれたりとかしたんだけど全然なくって、で私はなんかあれないですねとか言ってたんだけど、なんかみんながすごい探してくれて、なんかここ見た、ここ見たみたいな、ここなかったんだけど次どこ見るみたいな感じで、なんかすごい探してくれて、で私は携帯がないっていうよりなんか花火とかしたから、その花火の写真撮れないじゃんって思ってて、だからね、これ撮って写真
送ってよみたいな感じでやってて、で私が一番そのなんかのんきにしてるから、なんかみんな探してるのにもっとなんか危機感持った方がいいよって言われちゃいました。で結局どこにあったかっていうと、なんかその日の夜に帰った人がいて、その人のカバンが私が置いてた棚の下に置いてて、なんかの拍子で棚から携帯落ちて、ちょうどその人のカバンの中に入っちゃって、すごくないですかこのなんか偶然がね。でだから私も気づかないし、落ちてるそのカバンの中に落ちてるのが、でしかもそのカバンの持ち主も携帯が落ちてきてるなんて知らないから、そのまま帰っちゃって、でなんかいつかな、次の日かな、次の日にその人から連絡が来て、なんか私のじゃない携帯が入ってるんだけどみたいな感じで、あそれ私のっていう感じ、見つかったね、お財布じゃないわ、見つかったね携帯って、よかったよかったってなった。すごい、イエーイ。悪い人じゃなくてね、悪い人じゃなくてよかった。まあね、お世話になってる人なんで、そんな悪い人いないです。私の知り合いに悪い人いないですよとか言ってる人が一番騙されるのかなでも本当になんかファンの人も含め、すごい私の周りには優しくていい人が多いですね。あ、次の日まで見つからなくても有意の意味違う。なんか私が一番心配だったのが、なんかそこの場所ってちょっと遠いところで、だからこれ見つからなかったら私また探しに来ないといけないのと思って、なんか一人で来るのやだなとか考えてたらうーん、1000人に1人ぐらいいる、あ悪い人が、気をつけよう気をつけよう気をつけよう。紙袋ごと別の袋に入って、あーじゃあ何の袋に入ってるんだろうな、っていうか本当にどこやったんだろう。だって紙袋とかあったら普通にさ、私の家そんなに広くないからわかるはず、紙袋があるっていう存在が。でも紙袋がどう見渡しても見つかんないんだよね、なんでだろうね。なんか引き出しとかに紙袋入れるわけないよね今4人いるなって、何が怖い怖い。あ、布団の中、いいえ、だって私朝まで寝てたもんここで。あ、捨てた、捨てないよ、捨てない。5人だろ、何が5人になった、何が、ポケットに入んないよ紙袋。なに郵便受け、いえ郵便受けは絶対入れてない。犬に加えた、犬は実家です。あ、洗濯物の中は、あそうだ、家出る前に洗濯かけてきて、でも紙袋洗濯するかな。放り投げたんなら天井にくっついてないよ、何そのすごいな。靴の中はないよ、絶対。ああ1000人に1人悪い人なら今5人ってこと、どういうこと。分かった分かった、なるほどね。今配信を見てくださった方が5000人いるから、じゃあこの中に
5人悪い人がいるってこと。こわー、なるほど、なるほどね。ちょっと難易度が高くて気づかなかった、ごめんなさい。頭が回んなかったね。あ、俺かなって。あら、悪い人いっぱい出てきたよ。悪い人いっぱい出てきた。わ、全然5人なんかじゃないじゃん。20人ぐらいいるよ。え、怖っ。え、絶対冷蔵庫入れてないって。カラスいる。カラス、なんか皆さん、なんか寝れない時ってあるじゃないですか。なんかずっとぼーっとしてたら、なんかチュン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 って聞こえて、えって思ったら、え、明るいみたいな、ありますよね。なんかそれを思い出した今、チュンチュン、鳥が鳴い、小鳥が鳴いてるの聞いて。朝になってね、なんか朝ちゃん、そう、あるあるね。え、なんかでも結構なんか寝れないから、その携帯いじってたりとか、なんか何かしらしてて、はっってなったら、え、明るいと思って。なんかでもどうしよう、なんかせっかくの睡眠時間寝れなかったっていう気持ちと、なんか私暗いのがちょっと怖いから、あ、明るい嬉しいみたいな感じかな。あー、待って、配達、新聞配達の音が聞こえてくるね。二十歳になったら次の日しんどいよって。あー、大丈夫、19でも19でもしんどいかも。あ、携帯のライト、目が覚めちゃうよ、見ちゃダメ。そうなんだよね。でもなんか結構寝れない時とかあって、なんかママに言ったら、なんかそれはなんか横になって目つぶってるだけでも体が休まるから、眠りにつけなかったとしても横になって目つぶっときって言われたから、そうだな、携帯いじっちゃダメだ、なんかいじっちゃうね、なんかいじっちゃうね。今何時だろうとか見て、そのままこうね、確かしね。マリーナがダンス配信、何時からやってるのかな。マリーナ、私が見た時やってなかった。ブルーライト危険だな。マリナとクーカちゃんコラボしてた。何見たかった、何その超レアな配信。あ、アイマスクおすすめ、あーいいですね。そうだな、アイマスク、私そのホットアイマスクの開けたらあったかくなるやつと、あとはあのチンするやつ持ってて、だから家にいるときはチンするやつ使って、そのどっか行くときはあの開けたら暖かくなるやつを使う。で、財布は、そうだよね、財布がないとな。この後も用事あるんだけど、お財布持ってるとかないとだよね。どうしよっかな。なんかお金借りるとか嫌だな。
どうしよっかな。マカロン明日はないです。部屋にはある。そう、絶対ね、部屋にはあるの絶対。え、少なくとも昨日の帰りの、え、待って、昨日帰りにスーパーに寄って、で、いや、スーパーに置いてきてないよな、紙袋。え、何なんだろう、で、紙袋、うーん、置いてきてない、絶対置いてきてない。その確信は、え、その確信はある、その確信はある、その確信はある、絶対、絶対ある、家に。うーん、家に内説あるよ。そう、昨日の行動を思い出そう。昨日は駅降りてスーパーに寄ってで走って帰ってドア開けて鍵閉めて。でもな、なんかそう、昨日急いで帰ったから鍵も床に放りっぱなしになっててそう、だから今日朝出る時もちょっと鍵を探した。あれ、鍵なくないと思って、いつも置いてるとこに鍵ないじゃんってなって、え、なんでなんでなんでと思ったら鍵が落ちてた。なんでなんで、とりあえず落ち着け、落ち着いてるかも。これね、買った時にね、折られるの嫌だったからね、袋いいですって言った AKB 新聞です。いや、探せよっていや、自分ね、これね、一昨日買ったんだけど、そう、見てないんだよね、ちゃんと。まだ全然読めてなくって、すごいな、かわいい。皆さんもう読みました、これ AKB 新聞。AKB 新聞はせ、そう、AKB 新聞はちゃんとな、読んでないものはここにあって、ここに、そっちに、だからまだ読んでないゾーンにあって、あ、まだ買ってない、なぬ、まだ買ってない、早く買わないと売り切れちゃうよ。まだ読んでません。いや、読む、ね、読むべきよってね、なんちゃんめっちゃいいこと読んで言ってるから、読んでって読みます。誰が出てるの。表紙はですね、ジュリさんとまゆゆさんとナナさんです。まゆゆさん卒業されるまでにお話ししたいな。そう、でも私なんかがまだね、そのなかなかお会いできる方じゃないのでね、まあ朗読しちゃったらダメだよ。みんなぜひ買ってください。会いましょうね、お会いしたいです。あ、この後買ってきますって、ぜひぜひ。奈々さん肌綺麗だよね。ねえ、 AKB の方ってすごい肌が綺麗な方が多くってびっくりした。なんかすごい勝手なイメージなんだけど、なんかアイドルの方ってすごい
なんかお化粧するからなんか肌荒れるのかなとか思ってて、なんかね、だからそんなイメージがあったんだけど、なんかこのホテルグループに入って結構あのすっぴんの状態でお会いすることも増えて、さらにすっぴんじゃなくても結構その距離が近い状態でお会いすることが多くって、え、なんかみんなめっちゃ肌綺麗じゃんと思って、すごい綺麗だなと思いました。あ、スティーマじゃない、そうだな、スティーマはね割とねメイクしない子が多いからね、あのみんな綺麗なんです。でもなんかなんだろうな、勝手なイメージでメイクするすごいする人ってなんか肌が荒れちゃうイメージがあった から、え、みーちゃんが、ゆみりは着眼点が深くてすごい。みーちゃんが、すごい、嬉しい。みーちゃんは、この前、部屋一緒で会って、めっちゃ話した。めっちゃ語ったのかな？めっちゃ話した。だから、お互い寝るのすごい遅くなっちゃって。石田のみーちゃんね、石田のみーちゃん褒められてるね、嬉しいなー。え、みーちゃん今配信してるの？みーちゃん日差しで髪の毛が茶色に見えていいねって。あ、滝野に髪を1染めてほしい、2染めてほしくない。滝野に髪を1染めてほしい、2染めてほしくない。7 6 5 4 3 2 1。 おお、私も一緒。でもな、これからもしお仕事で染めるってなったらどうしよう。染めたことあるの？ないんです、私一回もまだ染めたことなくって。この前茶髪にした時は好評だった。え、私染めたことないですよ一回も。しょうがない、あ、それはしょうがないって お仕事なら OK、 お仕事ならしょうがないって思ってくれますか？プロならしょうがないって。そっか、仕事終わったら黒髪に戻せば。そうだなあ、お仕事で染めるの応援する。え、嬉しいな。本当にお仕事で私が染めても嫌いにならない？本当に私そこがすごいなんか、ね、嬉しい。それは大丈夫だよって。嬉しい。そっか、なく照れるな。いやでもそうだな、あ、ユミリンが染めたらみんなやりそう。それは全力で止めます、私が。やめてって、お願いだからやめてって言います。あ、財布はよって、
財布はよ。あ、招待にさせられそう。え、それは全然いいです。私なんか逆になんかお仕事で、もしそのお仕事でショートにするとかだったらなんかちょっとワクワクするな。なんかだってなんだろうな、なんだろう、なんかだってそれは例えばそのドラマで髪を切ってくださいってなったとすると、だってそしたら私じゃなくってもともとそのショートの人をに言えばいいのに、だってわざわざ髪の長い私に髪を切ってでもその入れていただけるってことでしょ。だからすごい嬉しいな。切ります、切ります、バスタッとね、選んでくれたってね。そうだよね。うんうん、ナナさんぐらいショートでも、あ、どうだろう、多分全然どうだろうな、切っちゃうかな。でも切っても、あ、そうだよね、ゆきりんさんがめっちゃバッサリ切っててすごい可愛いと思った。なんかゆきりんさん何でも似合うんですね。いや、前から分かってたけど、ゆきりんさんが何でも似合うっていうのはなんか改めて実感しますよね。ゆきりんさんが何でも似合うっていうことを。可愛い子は何でもね、何でも似合いますよね。本当に自分でショート似合うと思う。あ、でも私髪今が一番長いぐらいなんです。この長さがずっと髪短くって、だから、似合わないあるんだったら多分似合うのかな。似合わないってのは多分ないんじゃないかなって。もうずっと短かったから。今のうちに黒髪ロングユミリを堪能し、そうですよ、この私がいつ見れなくなるか分かんないから、皆さんそうだよ、いつお仕事いただけるか分かんないから、今のうちに黒髪ロング滝の一緒に満喫しましょう。一緒に満喫しましょう。もう会えない。いや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 、まだ黒髪滝のでいる予定ですよ。もちろんもちろん。そんな急にね、好きだったの。いや、まだまだまだですよ。いつの日か、いつの日か。あんまりショート要求される仕事もないんで。ああ、確かにな。でもなんか髪染めてってどういうお仕事だろうね。でもあるとしたら、黒髪でいて、そうですね、黒髪で入れるうちは黒髪でいたいです。私まだ一回も染めたことないからな。ドラマか、プロレス、でももう終わっちゃいますよね、トップロレス。舞台とか映画とか、そうだな。でもな、なんか一回染めちゃうとなんか維持するの大変そうなイメージがある。私染めたことないから分かんないんだけどね。分かんないんだけど、なんかお手入れとか大変そう。髪の毛痛みそうだな。ゆみゆみゆみりん、はーい、もうすぐナナさんかな。いいな、いいな、いいな、いいな。お、昨日黒髪に戻しました。おめでとうございます。あ、シチューにもドラマ
のドラムも来るよ絶対に。お、演技の練習してね。なんか私でも結構演技力ないって言われる、メンバーとかに。なんかユミニって演技力ないよねみたいな、何のタイミングでだろうな、わかんないけど、でも言われたな前。うーん、ナナさんの妹面白いね。私ナナさんの妹さんがその配信出られてるタイミングであんまり見れないんだよな。ちょうど見れない時に一緒に配信されてるから。ね、クッコとか演技うまそう。あーそうだな。でもクッコはなんかモデルさん似合うなって感じ。細いし顔小さいし目でかいし、なんかモデル意識ありそう。モデル意識ありそう。なんだろう、なんか、あ、みちうまそう。確かにな、みちうまそう。しれっとやりそう。めっちゃめっちゃうまくやりそう。なんか主役とか似合うな、みちゅう。あ、関西コレクションで、あそうなんです、私事でありますが、この度8月にあるあの関西コレクションに STU から私とカノンが、はい、出させていただけることになりました。マジです。そう、びっくりするね。おめでとうございます。ありがとうございます。なんでユミリーなね、なんで私なんだろうね。うん、カノンって誰？磯貝カノンちゃんです、 STU の。ファッションイベント大丈夫です。あの私服で出ないんで、私服で出ないんで大丈夫です。さすがおしゃれツートップだやった、服好きでよかった。服は好きなんですよ私、服嫌いじゃないんですよ。あのなんだろう、ファッションセンスがないと服が嫌いはまた別ですからね、言っときますけど。はい、服はすごく好きです。なんかその撮影とかでもすごいたくさん可愛い衣装着せていただいて、もうね全部可愛いってなるぐらい服は好きです。自分で買わないのに服は好きです。はい、そうです、センスがないだけ。そうです、はい。俺の目に狂いはなかった、ツートップってリハーサルはどうなんでしょうね、わかんないです。ユミにモデル体型だから選ばれたんじゃ、全然モデル体型じゃないですよ。だってちょっとでもお肉そうだな、選んでいただいたからにはちょっとあれだな、多分 STU も他にたくさん出たい子いたと思うから、なんかそうだな、頑張ろう、頑張りー。服の色は何色が好き？うん、特にないな。あ、他のメンバーからくずよさっとね、確かにトルブちゃんが手足の長さを羨ましがってたよ。嬉しいよ。ユリリンもだって足の長さとか変わんないんじゃない？ユリリンもスタイルいいよね絶対。そんな昨日ナナさんスタイルいいって言ってた。あ、なにショールームでかな。嬉しい。ユミリは12頭身か、怖いな。12頭身は怖いな。なんかどうしたんだろうね、怖いな。
ユミリンゴールキーパーに向いてる。なんか逃げそうだな、ボール来たら。ここはもうユミリン足長いって言ってた。嬉しいな、この勢いでトップモデルになっちゃう。いやどの勢いですか。なゆみのグラビア、なあちゃん的に NG な、なんで、なんで、実はユミリンのこと嫌いだからとか。なあちゃんがユミリン小顔でスタイルいいから一緒にグラビアやりたくないって、あ、そういうのですね。なんか実は嫌われてるのかと思った。なんか撮影まで一緒にいたくないみたいな。なんだそれ、なんだそれ。なんか裏で散々くっついてくるから、なんか雑誌ぐらいは別で出させてくれみたいな。奈々さんが嫌いな人って、あ、いないな、そうだな、いないと思う。奈々さん身長が低いのがコンプレックスなの？逆だな、私身長が高いのがコンプレックスだな。褒めてるんでしょ、奈々ちゃん優しいです。ね、優しいです。でも奈々さんは多分思っててもそんなこと言わないと思うから、大丈夫。180だっけ、わら、ほんまにわらだわ、わら。モデルさんになったら雑誌買います。おお、ありがとうございます。 ですがまだそんなオファーは残念ながら、はい、そうだな。でもなんかそうだな、モデルさんになれたら女性の方とかにもたくさん見てもらえるのかな。へえ、なんか私老若男女誰からでも愛されるアイドルになりたいので、女性から愛されるってすごい嬉しいな。女子力高くしていく、あ、そうだな、頑張ろう。編集長さん、この子よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。黒髪が好きな19歳です。老若男女、私老若男女言いすぎてもう言えるようになった。どやーどやー、もう言えるんだよ、どやー。名前何って、何の名前、名前なんて言うの、なんな、これで女性ファン増やす、あああ、私の名前滝野由美子です。財布どこ、どこだろうね、なんかどこあるんじゃない。でもどうしよっかな、お財布ないと外出れないから。ちょっとまさ、今日のうちわは指原さんです。涼しい。なんかちょっとプロ意識高くなりそう、メイク上手くなりそう、ファッションセンスが良くない、そう、あ、1位の風、そうだ、1位の風。それでもなあゆみグラビア見たい、私も見たいよ、私も見たいよ。あ、神曲縛り公演見に行った方がいいよ。いや行けるのだったら私行きたいですよ、そりゃ行きたいです。あ、モデルのことも確かに、そうだな、幸原さん、
あとはそうだな、私インスタやってないんだけど、結構友達の中で指原さんのインスタがっていう話がよく出ます。すごいな、おしゃれな写真撮れないからな。インスタもやりたいな。の前にモバメだな、モバメ、モバメ。はじこちゃんイコールラブに夢中。そうだな、でも本当に指原さんたくさんあって、本当にあれだよな、実は5人ぐらいいそう、指原さん。なんか本当に本当に5人いても足りないぐらいだよね。だって STU もあって HKT さんもあってバラエティとかのお仕事もあってイコラブさんのプロデュースもあってね、すごい本当に5人いましたって言われたら、ああですよねみたいな感じになる絶対。常にテレビ出てるのがすごいね。確かに見ない日はないぐらいだもんね。うん。なあちゃんユミリンスタックスでセクションしたい。セクションセッション、うん、そうだな、じゃあたくさん練習しよう。今の私のサックスの技術だったら申し訳ない、ナナさんの歌なんて。さあ滝の音のお時間です。皆さん滝の音、カバン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 、カバンの中からこんにちは。よし、13位、ちゃんさん、あ、こっちじゃなくてこっちだ。第13位、はんちゃんさん、ゆみりん推しありがとうございます。第12位はひとみさん。ゆみりんの身長がうらやましいなーちゃん。全然ですよ。なんかあんまりいいことないですよ、身長高くっても。なんか特に小っちゃい子が可愛いなって思います。入った入った、ありがとうございます。第11位がよいしょ、たくさんかな、たくさんだ、ありがとうございます。第10位がプーさん、お、名前がそのままだ。よいしょ、お、ティフカンコレミュージックトライブ全部行く。おー、じゃあまたお会いできるんですね、楽しみにしてます。そうだな、夏もたくさんいろんなとこに呼んでいただいて嬉しいなね。すごい、そんな中で全部来てくださるってありがとうございます。第9位、ん、変化あり、変化あり、
わおわお、第13位がひっとみさんだ。アットマークの後は後で写しとこうっと。ありがとうございます。第12位がすぎやんさん。お、次の土曜日が待ち遠しいなーちゃん。お、次の土曜日は何があるでしょうか。広島で、広島で、今日は時間があるから全部書いちゃいます。よいしょよいしょ。で、第11位がたくさん、2度目まして、ありがとうございます。そして10位がプーさんだ。ちょっと怒りの後は後で写しときますね。はい、第9位ハンちゃんさん。お、変わってる。忙しくなるけどビビリンらしさを忘れずにね。ありがとうございます。第8位がくまねパパさん。なになに、娘はユミリンと呼びそうになり冷や汗セーフ、呼ばなかったのね。セーフ。娘さんの名前はユミリンと似てるのかな。ありがとうございます。第7位、モラさん、ありがとうございます。第6位が青いちごさん、ありがとうございます。第5位がよいしょ、リキヤさん。お、次は29日の全悪でお会いしましょう。お会いしましょう。カキカキナウ、カキカキナウ、ありがとうございます。第4位がゆきつきさん、ありがとうございます。第3位があきひとさん、ありがとうございます。第2位がぶちさん、326。326ってなんだろう。3月26日生まれなのかな。ありがとうございます。そして第1位ははるみんさん、いつもありがとうございます。イエイ、全部書いた、全部書いたよ。じゃん、ちょっと急いで書いちゃったから字汚いけど、ありがとうございます。お昼ありがとうございました。それでは滝野はお財布を探して行ってきます。お財布探します。お昼からありがとうございました。皆さんありがとうございました。夜配信できたら配信しますのでお待ちください。ありがとうございました。バイバーイ。